2024年8月21日に日本政府とインド政府が発表したところによると、20日夜にインドのニューデリーで開催された、日本とインドの外務防衛の閣僚協議2プラス2において、近年中国が強引に海洋進出を進めているインド太平洋地域の平和安定に向けて、両国間の安全保障分野における協力体制を強化するためにこれまでの共同宣言を見直すことで合意したと伝えられているよ。2プラス2には、日本側からは上川外務大臣と木原防衛大臣が、インド側からはジェイシャンカル外相と新国防相がそれぞれ出席して、インド太平洋地域の安定のために宇宙やサイバーの分野においても両国の協力を深化させることのほか、両国にアメリカとオーストラリアを加えて安全保障や経済を協議する4カ国の枠組み、クアッドにおいてもさらに連携を深めていくことでも一致したな。今回はモザミ型護衛艦に搭載のユニコーンをインドへ輸出することで合意した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本とインド両国間においては2008年に安全保障分野での協力を進めるための共同宣言が署名されていたんだけど、海洋進出の動きを強める中国による一方的な現状変更の試みを阻止するための手段として、共同宣言を見直すことで合意し、自衛隊とインド軍の共同訓練を進めていくことや、海上自衛隊の艦艇が中東及びアフリカ方面に展開する際の、インド側の協力などについて確認したほか、海上自衛隊の新鋭フリゲート護衛艦に搭載されている最新型の通信用アンテナをインド海軍の艦艇に対して、防衛装備移転3原則に基づいて装備移転することについても合意しているよ。この会談後に行われた共同記者発表において上川外務省は、国際安全保障環境は厳しさを増しているとした上で、新たな解決策を共に作っていくパートナーとして、地域の平和と安定に向けて連携していく強い決意を改めて共有したと述べたね。また、木原防衛省は最新型のレーダーの移転をきっかけに、インド軍との間で防衛装備や技術協力を深化させていくことで一致し、同志国として連携を強化していく重要性を強調できたと述べたぜ。輸出が検討されている艦船用の通信アンテナとは、海上自衛隊が導入を進めている FFM との新しい艦式号が与えられている、モガミ型護衛艦の艦橋上に搭載されている、複数の通信用アンテナを一つのシステムに集約したことによって、小型化と高いステルス性を実現したノラ50複合空中船だな。この複合通信空中船は日本が開発した統合マストあるいは、ユナイテッドコンバインドレイディオアンテナユニコーンと呼ばれているもので、従来のラキス型や拡張型の通信線よりも簡素な作りで電波反射が少ないステルス性の高い外形となっていて、円柱状のモジュール内には各種のシステムがそれぞれ電波干渉を避けるよう配置されているらしい。マストの基部は艦体との電気配線接続が容易に行える構造になっており、故障時の予備パーツとの交換が容易であり、ローテーションによる整備が実施しやすいとされているね。このユニコーンが搭載されたモガミ型護衛艦は、防衛省が新しいコンセプトを元にして配備を進めている新艦種で、近年の日本近海においてはロシア海軍や中国海軍による軍事活動が活発化していることで、増大している情報収集や警戒監視任務などにこれまでの艦隊護衛用の護衛艦だけで対応することが難しくなり、専属で対応可能な艦種の必要性が増したことで計画されたんだ。モガミ型護衛艦は、これらの任務に対応するための護衛隊軍に所属しない護衛隊の増加と、この先退役が予定されている護衛艦を補いながら戦力としては増強させることを実現するために、多様な任務への対応能力向上と船体のコンパクト化と省力化を両立させた新型艦艇とされているよ。艦種記号については、計画においてその艦隊規模が3000トン級であることが明らかにされたことにより、諸外国海軍において同級艦種となるフリゲート FF を元に考え出されたもので、これに多機能性を意味するマルチパーパスと、これまで掃海艇が担当していた機雷船にも、対応可能な艦種であることから機雷のマインの頭文字 M を取り、FFM という新しい艦式号となって付与されたんだって。
最上方護衛艦は設計当初はもう少々コンパクトな艦となる予定であったが、多様な任務に対応するために必要な装置を追加するうちに、次第に大型化し、最終的に基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊となったな。機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、ガスタービンエンジン1機と、ディーゼルエンジンを2機搭載して7万馬力を得て最大速力30ノットを発揮するぜ。兵装は、62口径5インチ砲127ミリ単装砲が搭載され、RIM116C ラム近接防空ミサイルシステムとともに、対空兵器としても使用可能であり、17式艦対艦誘導弾 SSM24 連装発射筒2機が搭載されているほか、対小型水上艦艇に対応する兵装として国産の遠隔操作型、水上艦艇用機関銃か RWS12.7mm 機関銃装備型2機が搭載装備されているらしい。また、対潜水艦用兵装として 324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているが、その他最上方護衛艦には対潜兵装として MK41 垂直発射システム VLS が後日16セル装備とされる予定で、それらには日本版アスロックである丸7式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載されるというよ。また、機雷戦に対応する兵装には対機雷戦ソナーシステム OQ91 が搭載され、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV を運用できる能力があり、これまで掃海艇が担ってきた対機雷戦能力を最上方護衛艦が引き継ぎ、将来において想定されている南西諸島や、先島諸島などでの島嶼戦に際して、対機雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する任務が与えられるらしい。そして、最上方護衛艦の外観上の大きな特徴は、ステルス性を高めることを目的として、レーダー反射断面積 RCS 低減のため船体と上部構造に傾斜角が付されていることにあり、前甲板から艦尾に向けて発するナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いているほか、これまで上甲板の前甲板に設置されていた糖尿病関連装置が艦内に配置され、艦端などの上部構造物が左右両舷にまで張り出して上甲板に暴露されていた乗組員用通路が廃止されていたことなどであるが、その最も特徴的なものがユニコーンだな。このユニコーンを導入しようとしているインド海軍は、第二次世界大戦までは王立インド海軍として、イギリス海軍の海上兵力として、イギリス本国へ物資輸送を実施する商船の護衛任務に就くなどして、旧日本海軍や枢軸国海軍、ドイツ海軍及びイタリア海軍による苛烈な通商破壊戦を戦い、この時期の王立インド海軍の兵力は3万人とされ、117機の軍用機と8隻の軍艦を運用していたね。第二次世界大戦後にインドが独立すると1947年に現在のインド海軍が創設され、イギリス海軍や旧ソ連海軍の航空母艦を取得するなどして航空母艦を運用し、現在はロシア海軍の重航空巡洋艦アドミラル・ゴルシコフを取得して短距離離陸高速着艦 STOBAR 方式の空母に改修した、ビクラム・アディティアと、その設計を参考にして建造した国産空母ビクラントの2隻の4万トン超級空母を運用していて、現在は6万5千トン級と推定されている。国産空母ビシャルの建造計画が進められているんだって。インド海軍ではこれら空母機動部隊の防空用イージス艦や沿岸警備用のフリゲートの建造も進めていて、日本からの輸出が合意に至ったユニコーンをそれらの水上艦艇に搭載するものとみられているな。今回のユニコーンのインドへの輸出が実現すれば、防衛装備移転三原則に基づく完成品の装備品の輸出は、フィリピン向けの防空レーダーに次いで2例目となり、日本の防衛装備品の輸出実績としてカウントされることになるだけでなく、日本の生命線であるシーレーン防衛においてインド海軍との協力関係が深まるとして期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。